はい、皆さんこんにちは、なみきです。そして小賀美穂プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もレッスンしていただきたいと思うんですけども、はい、今日のテーマは左の壁、ね、それについて教えていただきたいと思います。難しいよね。しかも、はい、そこは、うん、本当に私は説明できるんですよ。それはなぜなら、はい、私も現役時代いつもいつも気にしてたとこなんで、やっぱ疲れてきたりとか、はい、まあ、自分でプレッシャーかかった時ですよね。優勝争いしてプレッシャーかかった時なんかにやっぱり私は流れやすかったんで、ずっとやっぱり永遠の課題、もうそれは未だに課題ですね。早速やっていきましょう。はい、まずですね、基本的にはやっぱり左の壁っていうのは壁っていうぐらいですから、流れないようにしないと、ここで止めるってことですか。そう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 、でもインパクトまでね、インパクトまでいきます私の、これは私ですね、私の最高の形っていうのはここですね。テイクバック上げます、降りてきます、降りてくる降りてくる降りてくる、これが最高の形です。今一切動いてないですよね。ここが左の壁ってことですか。これが左の壁、こういうことです。ここですね、うん、でもインパクトの時に、はい、こうくでしょ、こうくでしょ、でもインパクトの時はどん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 左に乗ってきてます、乗ってきてます、はい、乗ってきてます。ここの壁にぶち当てる。でもこう出ちゃダメ。おお、こうでしょ、はい、こう出ちゃダメよ。これはもう流れる、流れてますよね。これが流れる、流れてますよね。でこうくる、こうくる、でここの、はい、この溜めてきたやつとここの壁をぶつけることでここでパワーが生まれるんですよ。で最後それを解放、わかる。でボールが飛ぶ、ボールが飛んでいくってこと。じゃあこのボールのインパクトと、うん、ここの壁に当たるのが同時ってことですか。同時で、それがちょっと手前の人もいれば、はい、もちろんもうちょっと先の人もいるけど、うん、とにかくここで、ここはこの左の壁っていうのは、はい、こっちに出てもダメだし、これがちょっと遅れても遅れたらもちろんダフってますし、だここでとにかくここのパワーとここのパワーをぶつけるんですよ。それがインパクトです。だここが流れてたらもうとにかくスイングっていうのは話にならないんですよ。でそれを作っているのがパンチショットよ。わかる。ちょっと重なってきたでしょ今、うんうんうん、リンクしだしましたよね、はい、そうだから今インパクトを作ってるじゃん、なみちゃんずっとインパクトインパクトって言ってるでしょ私、はい、言ってます。それって左の壁に当てることなの、こうやって。ああ、じゃあ私同時に左の壁も作ってるんですか。作れてんのよ一緒に。だからここで止めさせてるじゃん。ああ。ってことよ。そういうことだったんですね。それが流れないようにってこと、はい、なるほど。そうだから自然とここを作ってんの、うんうん、でもフルショットするとやっぱりもっと、だから今ちゃんと止めれてるからこっちの力はついてきてるのよ、はい、でそれがフルショットになるとだん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 ほら流れていったりするじゃん、こういう風に。わかる。はい、わかります。そうだから今はパンチショットが大事なんです。で、うんうん、私の癖も一緒なんですよ、はい、私もこうやってインパクトでやっぱり疲れてきちゃったりすると流れることによって、はい、インパクトがずれますよね、うんうん、それがミスショットを生むんですよ、うんうん、っていうことなんで、はい、もう左の壁っていうのはすごく大事です。でこれ以上言ってもちょっと難しいかもしれないんですけど、できればやっぱり内側ですね。外にも体重がかかった時点で、この足の位置は もちろん動いてなくても、外にかかった時点でやっぱりちょっとずれてます。だから内側でできるだけ、はい、インパクトの時にここで当てれるように。だからインパクトはもうここよ、この内もも。で打った後はまあ若干流れてもいいです。じゃ あ今私流してるんでもうそれだけの筋力がないから、はい、打った後に流れるのは OK。 でもインパクトまではやっぱりさすがに耐えといてほしいです。でインパクト作ってみじゃん今。あ、すいません、お借りします。ゆっくりだよ、ゆっくり振って、はい、ゆっくり振って、はい、はい、ゆっくりよ、ゆっくりゆっくり、そうそうそうでしょ、ここここここ、そう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 、本当だ、そう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 、勝手に硬くなってる、そう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 、わかるよ、はい、わかるね、はい、これ、これ全然ずれてないよ、カチカチ、全然ずれてない、おお、これいいショットでしたよ、綺麗。はい、これが左の壁です。で左の壁があればあるほど、はい、このフォローっていうのは、うん、長く出せて、うん、まあ、長く出せる人の方がうまいんですけど、うん、ボールの操作が効くからね、はい、でも左の壁がなかったらほらどこまででもいけるじゃん。それはインパクトじゃないの、それもフォローでもないし、はい、このインパクトをこう作った後にどれだけこう長く
出せるか、でもうギリギリってところで解放してあげるのがスイングなんですよ。そうなんですよ。だここが決まってなかったら元も子もないですね、はい、インパクトはもう崩れてますその時点で。じゃあ皆さん意外と気づかずにスイングこうやってやられちゃってる方が多いってことですかね。やっぱり、うん、そう女性で一番多いのは、はい、そのままこうやってこうスイングだけでタラララララってその場でコマのように回転する、はい、それもありです。だって筋力がないから。ただコマのように振るにしてもやっぱりここの軸っていうのはあの出たり、うん、あの遅かったりってしない方がいいですね。だからやっぱこの動きっていうのはできるだけ少ない方がいいです。うん、で重心をこう内側に置く、うん、そう。だから最近の理屈で言うと、はい、あの最初からアドレスからここにもう体重を乗せといて、あのここだけでスイングする人もいますので。お、うん、なるほど。私の癖としては、まあ、ちょっと本当に据えする癖があったので、はい、私もそれやってました。であのパンチショット、調子悪くなるとずっとパンチショットするんですけど、うんうん、もう最初から左に乗せといてそこからパンチショット、だから軸がずれないんですよ。そうするとミート率も上がりますし、うん、あのブレることがなくなるんで、うんうん、まあ、そういう対処の方法もありますね。うん、はい、やっぱ軸が一番ずれるのが良くない。とにかく軸ですね。軸、うん、これを大切に、はいはい、再現性のスポーツなんで、はい、とにかく同じ場所で同じところで回転するのが一番正確性は増しますね。ただ飛距離とかで言ってくるとやっぱりちょっと動かした方がいいとか、まあ、そういう話にもなってくるんですけれども、はい、とにかくやっぱり再現性を高めるんであれば軸をしっかりしといた方がいいです。ぜひ皆さんも左の壁を意識しましょう。はい、はい、ということで今日もレッスンありがとうございました。